and welcome to Kazi's Brass Band Radio today. 皆さんこんにちは。本日もカズのブラスバンドラジオご視聴いただきまして誠にありがとうございます、本日のラジオで4本目ということで今日も元気に放送してまいりましょう。今日のですね CD も、イギリスはウェールズも世界ランキングナンバーワンのコーリーバンドの提供でお送りしたいと思います。さて本日の CD はエレメンタル、古代ギリシャのね、哲学者たちが見つけました、炎、風、地、そして水、この4つのね、元素を題名としているエレメンタル、フィリップ・ハーパーの作品ですけども、そちらを題しましたアルバムをですねご紹介したいと思います。2015年に作られましたこちらの CD、 いやすごいですよ。フォーバーズレストというですね、金管バンド業界で最も大きい、このブラスバンドの、ま、情報サイトが選びますコンダクターオブザイヤー、その年のですね最も素晴らしい、指揮者に贈られる賞をなんと2013-15と受賞されましたフィリップ・ハーパー自身の作曲そして指揮、演奏は素晴らしい交流バンドの演奏で、収録されております、こちらの CD となっております、これまでのですねラジオは、まあ、トゥッティでの、まあ、バンドの、ね、曲をご紹介してまいったんですけども、まあ、今日はちょっとねソリストたちを、特集した、曲をちょっと中心にご紹介してまいりたいと思いますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。まず1曲目はもう我らがプリンシパルコネル奏者トム・ハチンソンでお送りしますフィリップ・ハーパー作曲フウェイゴーです。
がとうございます。コーリーバンドプリンシパルコンネットプレイヤートム・ハチンソンによるフィウェイゴをお届けしました。いやもう超かっこいいですね。わー、トム大好きみたいな感じになる、もう素晴らしい演奏でした。もう僕超トム好きでですね、あのコーリー在籍中8割ぐらいはですね、もう彼と一緒にずっとあのリハーサルに行ってまして、まあ僕はあのまあ留学生で、まあ彼はロイヤルウェルシュの先生だったんですけど、あの同い年で、イギリス的に言うと、イギリスは9月に大学に入学するので、まあ、学校とかが始まるの で彼の誕生日が8月なんですよ。で僕が9月なので、イギリス的に言うと学年は1個下なんですけど、日本的に言うとまあ同い年みたいな感じで、まあ、僕、まあ、勝手に親近感を湧いておりましてですね、もう本当にあの大晦日一緒にガブガブ飲んでたりとかですね、あの本当に彼があの日本に来た時とかは僕の家にね泊まってもらって一緒にガンガン飲んだりとかね、あのスーパー銭湯一緒に行ったりとかして遊んだりとかね、いろいろしたんですけどもイギリスの方にあの公衆浴場に慣れていないイギリス人の方と一緒に入る電気風呂はめっちゃ面白いですねさて、もうほんなあのね、どうでもいい話はいいんですけども、フィウェイゴ最高ですね。あのぜひ日本の、コルネット奏者の皆様、どなたかぜひ演奏してください。僕本当これあの日本人の演奏でも、聞いてみたいです。もう激アツですよね。超かっこいいです。さて続いてはですね、僕の友人の一人でもあります、アリサ・ラッセル。彼女はですね、テナーホーンの奏者ですね。あのそれまで彼女が、ソロテナーホーン奏者、まあ、プリンシパルソロテナーホーン奏者になる前はですね、もうみんな大好きオーウェン・ファーがですね、このコーリーバンドの、まあ、プリンシパルのテナーホーン奏者ですね。もうずいぶん長くいらっしゃったんじゃないかな。ちょっと何年いらっしゃったのか全然わかんないですけど、はい。でまあ、あの僕もね在籍してた時は、エルサはまだファーストホーンで、でプリンシパルにオーウェンがいてですね、あの非常に仲良くさせていただいてて、本当になんかあのね、僕たち日本に住んでるとすごくまあスーパースターみたいな感じに思いますけど、ウェールズに僕住んでた頃とかはね、もうそんなスーパースター普通にスーパーにいたりとかね、テスコにいたりとか、あと僕があの不動産屋さんに用事があって歩いて向かっていたら途中で会って、はいみたいな感じでね、普通に会うような、まあ近所のおっちゃんみたいな感じだったんですけども、まあそんなオーウェンの生徒さんでもありますね。あのロイヤルウェルシュコレッジオブミュージックドラマにこのエルさんも通われておりまして、応援の、指導のもと演奏されてました。まあ非常にですね、とても上手ですね。でまあエルサ自身スコティッシュとかいうこともあって、あの何でしたっけ、ナショナルユースブラスバンドオブスコットランドで、あの2008年ですかに来日されて、あの今亡き親愛なるリチャード・エヴァンス先生とともにね、あのロイヤル、間違えた、ナショナルユースブラスバンドオブスコットランド、スコットランドとともに、日本にも来日されてて、で僕も専属にいたので、その時ね、あのくしくも一緒に演奏していたというね。でその何年後か、だ4、5年後かには、僕たちお互いコーリーで会ってるというね、感じで、なんかちょっとだけドラマを感じるんですけども、全くそんな会話はしたことがありませんしたかな、どっかで多分したかな。そんなエルサのおそらく、コーリーバンドとともに録音に臨む初めての、ソロの曲でございます。もうイギリスはイングランドと言いましたらルールブリタニアですね。もともとは歌で演奏される曲なんですけども、イギリスでね開催されます世界最大の音楽祭プロムスの千秋楽でもよく演奏されますルールブリタニア、こちらはですね、もうコーリーバンド御用達の作曲家ダン・プライスの編曲、そして素晴らしきニュープリンシパルソロテナー本奏者エルサ・ラッセルの演奏でお届けします。それではルール・ブリタニアお楽しみください。
素晴らしいテナーホーンのソロはエルサ・ラッセルの演奏でお届けいたしました。いや素晴らしかったですね。もう
最高の演奏でした。さて、ソリスト2人、チョム・ハチンソン、そしてエルサ・ラッセルの、お二人続きましたので、続いては、バンドの演奏をお楽しみいただきたいと思います。もう日本人の音楽関係者、特に管楽器、吹奏楽とかね、金管バンドを好きな方だったらもう知らない方はいらっしゃらないと思いますけども、ヤンバン・デ・ルースと作曲のカンタブリー・コラールをお届けしたいと思います。この曲はね、もう皆さんよくご存知だと思いますが、もともと吹奏楽でね有名なんですけども、日本では、金管バンドバージョンがオリジナルとなっておりまして、もうベース奏者だったらね、もう一番最後の D フラットの音、ペダルの D フラットを、ミュートでいかに当てるかみたいなところがね、ちょっとまあ演奏しがいがあるところではあると思うんですけども、まあもうとにかく美しい旋律ですね。イギリス、ロンドンから、東の方に行った先にカンタブリー大聖堂ってところがありますけども、そこのね、あの鐘の音を聞いた時に、この、ヤンバン・デ・ルースさんが、インスピレーションを受けて作曲をされたというふうに言われております。非常に美しいメロディーが有名で、金管バンドの、ね、魅力をたっぷり伝えられる作品を、なんと世界ランキング1位の交流バンドが収録してくれるなんて驚きですね。そんな彼らの演奏でカンタブリー・コラールお楽しみください。
ありがとうございます。コーディバンドの演奏でカンタブレイコラルヤンバンデンロースト作曲の作品をお届けいたしました。さて、続いてはですね、コーディバンドのプリンシパルトロンボーンプレイヤークリス・トーマスのスターダスト、もうジャズの土定番の曲ですね、カーミカエルさんの、作曲なんですけども、このクリスはですね、僕はあんなに滑らかで、そしてピアノで、なんていうんですかね、滑らかレガートが美しいトロンボーン奏者は僕は出会ったことがないですね。オーケストラとか吹奏楽とかソリストとかで本当に素晴らしい、トロンボーン奏者いっぱい世界中にいらっしゃいますけども、未だ、まあ僕の見識が狭いというのもあるんですけども、あんなに素晴らしく美しい、レガートでの演奏、そして、弱奏ですね、をされるトロンボニストはですね、僕は出会ったことはないですね。僕が交流バンドで演奏させていただいてた時も、まあ、チューバセクションとトロンボンセクションというのは、まあ、結構ね、一緒に演奏することがあるので、まあ、彼のね、雑で入ったりとかっていうのもよくあるんですけども、自然なんですよね、すごく。本当に、まあ、彼もウェルシュなので、まあ、歌の国のご出身ということで、ね、本当に、歌っているようにこう呼吸も演奏も、まあ呼吸そしてそれに連なる演奏もですよね、全てこう自然にナチュラルに演奏される素晴らしい奏者となっております。そんな人なのに全然別にプロの奏者じゃないんですよね。本当に衝撃でございます。日本来たらもう億万長者になれるんじゃないかなっていうぐらいね、素晴らしい奏者ですけども、現ブラックダイクバンドのね、プリンシパル、ユーフォニアム奏者の、ジャン・トーマスのお父さんでもありますね。もう音楽一家ですね。奥様のスー・トーマスは、現在コーリーバンドで、プリンシパルバリトンプレイヤーをされているということで、もうブラスバンド一家ということで。ダンの弟くん、トーマス、クリスの、次男くんは、今トロンボーンやってんのかな、確か。うん、結構というか、まあクリスも僕よりも全然背高い。多分185、6あるので、なんですけども、ダニエル君もフィリップ・ハーパーさんぐらい大きいんじゃないかな、多分190近いですね。とにかく、一家は背が高い、もう巨人症かっていうぐらい大きいんですけども、そんな、お父さんでもあり素晴らしき、パソコンのエンジニアさんでもあり、トレーナーだったかな、でもあり、そして素晴らしきトロンボン奏者でもあります、クリス・トーマスによるスターダストです。お楽しみください。
Yeah, sexy でしたね。ただいまのそれは、交流バンドプリンシパルトロンボーンプレイヤークリス・トーマスの演奏でスターダストをお届けいたしました。さて本日こちらの演奏だったり、まあ録音レコーディングですね、もしいいな、自分の手元に置いておきたいなと思いました皆様、朗報がございます。こちらの配信の説明欄にね、リンクを貼らせていただいております。CD、まあ物質でCD ディスクとして買っていただくのも構いませんし、デジタルダウンロードとしてね、MP3 だったりとか WAV なんかでもダウンロードできます。で、そのダウンロードリンク先はですね、ユリスの World of Brass 金管バンドの、CD だったりとか楽譜系だったらおそらくまあ最大手の一つだと思います。そちらの方のね、リンク貼らせていただきますので、そちらからご購入ください。クレジットカードがあれば一撃でできますので、おすすめします。さて続いてお送りします曲は、交流バンド元プリンシパルバリトンソロイストスティーブ・ケン、彼も素晴らしい奏者ですね。僕ともですね大して年変わんないんですけども、ブリストル出身の素晴らしい、ユーフォニアム、そしてバリトン本奏者で、そんな彼が演奏しますのは北アイルランドの民謡、ステファン・ローバーツが編曲をしましたキャリック・ファーガスです。それではお楽しみください。
ありがとうございます。まあ、ブラスバンドの歴史的に言ってもですね、このなんか民謡っていうんですか、トラディショナルピースとかソングとか言ったりするんですけども、も非常にやっぱ相性が良くて、一番最初の金管バンドの、まあ、なんていうんですかね、大元の形っていうんですか、はですね、メタルクラリネットとか、ビューグルとか、セルパン、オフィクレイドとかね、まあ、こういった楽器によって、でまあ、ムラムラでね、ちっちゃいアンサンブルで、まあ、おそらくいろんな、民謡だったりとか歌とかの、ね、伴奏とか演奏をしていたという感じだったみたいで、まあ、なのでね、このイギリスの民謡、そしてこのブラスバンドというのはとっても合うなと思いますね。やっぱかっこいいですよね。このスティファン・ロバーツさんの編曲も素晴らしいものだと思います。ケルティック・ウーマンさんがね、キャリー・クファーガス歌われたりとかも本当に人気の民謡となっておりますので、皆さんもしよかったらいろんなバージョン聴いてみてください。さて、本日最後にお届けしますのは、English Counterpoint です。Rivers Fuber という方が作曲されました。交流バンドが年に1回、開催しております。コンポジションコンテストですね。作曲家のためのコンテストなんですけども、世界中から作品を集めて、で、まあ、コンテストをしてと。で、まあ、優勝した方は、こう、まあ、もちろん出版というのもあるんですけども、コーリーバンドの演奏で、世界ランキングナンバーワンの演奏で、そちらの曲を、収録していただけるという素晴らしい、特典があるんですけども、そちらで優勝しました、リーバースさんが作曲しました、English Counterpoint です。非常に美しいメロディーなんですけども、美しいだけじゃなくてですね、このイングランド特有のちょっとこう、なんていうんですかね、影があるというか、あまりカット張れないんだぜ、この国は、みたいなね、感じで、なんかいろんなこう、景色が見える、とても美しい曲になっておりますので、ぜひお楽しみください。ちなみにこのカウンターポイントというのはですね、バッハとかがねよく使います対位法という、作曲の技法の話でして、2つ以上のね声部がこう同時に独立して演奏される技法とか言って、まあカノンとかフーガというのがですね、まあそれに基づいて作曲をされている作品となっております。まあ、作曲者曰くですね、レイフ・ウォン・ウィリアムスの、まあ、パストラーレというで、まあ、牧歌的なみたいなね、そんなところを、ちょっとこう、題材というかね、参考にして作曲をされたというふうに、言っております。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もし CD をお気に召しましたら、エレメンタルということで、こちらのね、リンク貼らせていただいておりますので、そちらからご購入ください。本日最後にお届けしますのは、リバースフューバーの English Counterpoint です。それではまたお会いしましょう。またね。
you